くまパン園芸。ハロー、皆さんこんにちは。くまパン園芸ナビゲーターこびです。そしてこちらが最近眠くて眠くて仕方がないすやすやすやというくまパンです。ポカポカ暖かくて眠くなっちゃうのは仕方がないかな。さて今日は繊細な葉っぱがね、このようですね、とても美しいエバーフレッシュのお話になります。ねえねえくまパン、エバーフレッシュも少し葉が閉じかけてもう来ているよね。アレクサ、今何時？午後4時59分です。気づけばもうなんと夕方になっていました。何してたんだろう今日昼間にはね、あの葉をね開いていましたが、葉が閉じ始めてそろそろ眠る、お眠の時間、クマパンと一緒かな。ご存知の通りエバーフレッシュは夜になると葉を閉じてまるで眠っているようです。でもクマパンまだ寝ちゃダメだよ、今日まだ撮影しよう。この続き、エバーフレッシュは日本名でネムの木といって、これは眠る木というのが由来だそうです。この隣にあるこちらですね、こちらは水差しにしたものです。もともとは葉っぱのついた茎が1本だけだったんですが、水差しにしている間にね成長して、今ではねもうこんな感じですね。茎が4本に分かれてしまいました。ウキウキですこのようにエバーフレッシュは水差しや水耕栽培などでもねとてもいい感じに育ってくれます。クマパン、どうしたの？どうしたのこれ、大変、皆さん見てください、これ、エバーフレッシュ、むしろエバーフレッシュだった木の残骸って感じ、もう過去形。これはクマパン王子に任せて、去年からね預けてお世話をお願いしていた株です。ねえどうしたの、これところで、泣いちゃダメだよクマパン、大丈夫だから。もしエバーフレッシュの葉が全部落ちてしまっても、こんなようにね諦めないでください。結構ご質問でもね、あっという間にパパパッと落葉してしまいましたが、もうこれはダメですかとよくねご質問いただきます。で今回こちらの株はクマパンに今ね聞いたところ、冬なので冬の間ね水を控えめにしていたら、お部屋が予想以上に暖かくて水枯れをしてしまったそうです。実はエバーフレッシュの葉が落ちてしまう原因はいくつかあります。一番多いのが水枯れだとね思います。これを防ぐにはもちろん土の状態をね日夜よ、まあ、観察して適切な水やりができれば一番、もちろん良いですが、それがなかなか結構ね難しいですよね。でも水枯れを起こす前にはねちゃんとねエバーフレッシュさんの方からねサインをねくれます。マパン王子、サインを見逃しちゃダメだからね。先ほどもお話しした通り、エバーフレッシュは夜になると葉が閉じて昼になると開きます。ところが水切れ気味になってくると、昼になってもね葉が閉じたままの状態に、ね、なってることが、ね、とても多いです。こういう状態になったらもうね急いでお水をあげてください。その状態でもう見ないふりをして数日放ってしまうと、完全に水枯れして葉があっという間にねポロポロと落ちてしまいます。一度葉が落ち出すと、その後いくらお水をあげたり、もうご機嫌をねエバフレッシュさんのご機嫌をとっても、もうねどうにもならないことが多いです。それにこうお部屋の中にエバフレッシュを置いていることが多いですよね。葉がこう落ちてくると、こう下ねお部屋の掃除も大変ですよね、細かい葉がたくさん落ちちゃって。あ、そうだ、あと葉が落ちる原因でよくあるのは根腐れです。先ほどとはもう逆ですよね。土の水分が多すぎて根がダメになってしまっています。こうなっちゃうと水が吸えなくなってね、それもまたね葉が落ちてしまいます。水をね吸ってなくてまだ鉢が重いのにじゃんじゃんあげちゃったり、
あまり日の当たらない場所、風通しもですね、風も通らないような場所に置いて成長が進まないのに水を与え続けちゃったりすると、こういった状態になりやすいです。クマパン園芸では、このようにね、自分のエバーフレッシュ、お持ちのね、エバーフレッシュの葉が落ちたらまずどうするかを、私とクマパン王子ならではのあの方法でね、お話しさせていただきます。まず復帰できる状態なのかどうかをね、簡単にね、あの診断こうよく見てみます。わあ、見てみて、枝を少しこうこの辺ね、曲げ、あんまり曲げるとボキッてなっちゃいますけど、ちょっとこう触ってみてください。こう弾力があるかどうかを確認します。本当に枯れ枝のようにここでポキッと折れてしまう場合もね、そういう場合はもう諦めています。軽くね、こう曲げてどうかな、いけそう、パパ。この株は枝の先まで弾力があってこう折れないので生きています。なのでクマパン喜んで、復帰がね可能そうです。次に根の状態を調べてみます。このエバーフレッシュを使ってね、説明しますね。どうなってるか、クマパンちょっとドキドキ。じゃあちょっと待って、トレー出すね。ここ汚れちゃうと嫌だよね。よいしょ、手袋した方が良かったかな。まあいった、急ぐから、このままいっちゃうね。そっとね、これ出してください。エバーフレッシュのようにね、マメ科の植物は根をね、ダメージあんまりいじるとね、ふっと一気に調子を崩してしまうことがありますので、あの土ね、気をつけてくださいね。こう落とすときに、あ、そーっと、あ、取り出せた、うまくいったね、クマパン。こんな感じです。ね、クマパン見て、よかったね、根はね、生きているみたい。ちょっと汚れた葉とか落ちてますよね。こういうのはね、古い固形肥料なんか万が一残ってたら、私はこの時にそそそっと取り除いてしまいます。こういった場合は結構ね、暖かい場所で水やりをしていれば復帰は、今シーズン成長期なのでね、可能です。水やりは土が乾いたらたっぷりとあげましょう。ただし、あの葉っぱがね、生えてくるまではあまりお水を吸わないので、土が乾いたの、もしくは鉢持ってください。持ってみて軽くなってきたりしたら分かりますよね。よくチェックしてから水やりをします。暖かい季節なので、新しい葉がね、きっとすぐにね、展開するはずです。こちらはね、今セーフでしたが、こう開けてみて、逆に根腐れをして根がほとんど残っていない、もしくはあの黒く腐ってるっていうんですか、もうダメな根がいっぱいなんていう場合はどうしたら良いでしょうか。実はこれもね、数年前にやってしまった経験があります。その時は、まだね、春でこう成長期でちゃんと起きていないのに、お水ばっかりジャカジャカね、強欲にしたためにあげすぎてしまいました。ひどく根腐れしてしまっている場合は、思い切ってね、あの枝をカットして挿し木にするのもね、良いです。挿し木にする場合は、清潔な土にそのまま挿すか、一度水挿しにして根がね、少し生え始めてから土植えするのもね、良いですよね。クマパン園芸では、次に東京のクマパン園芸、私たちのコンビのね、エバーフレッシュの育て方についてお話しさせていただきます。あ、ごめん、土ついた手でクマパン触っちゃった、すみません。基本的にクマパン園芸のエバーフレッシュは部屋に置いてあります。なので、部屋での育て方の方法のね、お話になります。部屋に置いてあるエバーフレッシュは、季節を問わず窓際のね、明るく暖かい場所に置いてあります。直射日光がね、ガンガン当たる、すごいこう強光線が来るような場所に置いてしまうとね、葉焼けを起こしてしまうので、直射日光がね、あまり強く当たらないように注意しています。エバーフレッシュは環境の変化にね、ちょっと弱いです。あまりこう置き場所バンバン変えたりね、環境を変えない方がね、良いです。明るい外で育てている苗を鉢にね、いきなりお部屋の中に入れると葉がドロドロって落ちてしまうこともあります。
こういった意味では明るい部屋のここを置いたらいいなって場所をね、もしも見つけたらその場所をね定位置にして置いてあげるのがベターかと思います。水やりは土が乾いたらたっぷりとあげましょう。水枯れすると葉が落ちてしまうので注意してください。あと霧吹きをねシュシュシュッとあげています。霧吹きをするともうほんと葉が生き生き、株全体が生き生きと感じます。あとね、お部屋の中で風通しがちょっと悪いと肌着なんかね害虫が起こってしまうこともありますので、そういうのね予防も兼ねて霧吹きをしています。暖かい季節にはベランダなど外に出してシャワーをねシャーッと上げてね全部洗い流してあげると、ホコリなんかも結構積もっていたりしますので良いと思います。冬になって気温が下がってきても室温が10度を下回らないように気をつけてね管理しています。気温が下がると急にね水を吸わなくなり、水やり頻度は少なくなります。土の状態、鉢の重さを持ってみたりしてよく確認するようにしましょう。肥料ですが春から夏ぐらいに固形のね緩効性肥料をね少しだけあげています。あと貝殻虫やね油虫などの害虫がつくと葉がとてもこう繊細ですよね。なので駆除するのが大変です。あらかじめ土に規定量の殺虫剤を入れるのもね忘れないようにしています。この動画を気に入っていただけましたら、よかったよの合図にいいねをしてお知らせください。チャンネル登録をしていただけますと更新した時に通知を受け取ることもできます。 Twitter やブログもね定期的に書いていますので、よろしければ遊びにいらしてください。ではまた皆さんにお会いできるのをくまぱん王子も私もとっても楽しみにしています。またねー、バーイ。くまくまぱん、またねー。ねえねえくまぱん、この後さこれ早くちゃちゃっと植え付けてくれる？くまぱん園芸。